全盛期マー君待望か。去年日本シリーズだけで残留を勝ち取った男ボッカー、7回代打で登場。一瞬で追い込まれる。あっさり三振。道尻男 BOW。 ここでボッカーがホームラン打ったら残留確定。ゴーちゃん HR 打ったらハロワ行くわ。いくらなんでもマッサンで査定したらかわいそうだろ W。 開会庫ボッカーなんかが出たら誰も苦労しないわな。ボーカーを使わなすぎるのも不気味だが、全く打てない由伸を淡々と使い続けるのも不気味だ。むしろチャンスで全く打って敗ゼロの黒人の方がいらない。この手の背が立つたびに放置で、とっくに契約延長が報道されてるって言われてるやろ。ただこんな起用されてると他球団行った方がボーカーのためになると思ってしまうわ。ポストシーズン全く打ててない由伸が未だにスタメン起用されとるし、ただでさえ代打適正ない上に CS で代打の1打席立ってないボーカーがいきなりマー君から打てるわけがない。ご視聴ありがとうございました。